はい、本日は超一流の雑談力についてアウトプットしていきたいと思います。日々コミュニケーションを取る上で皆さん気をつけていること多々あると思います。そんな雑談の中で、大きく2つのフェーズに分けることができると。1つ目が広げるフェーズ、そして2つ目が深めるフェーズです。1つ目の広げるフェーズというものは、会ってから、実際に話をして、相手の話を聞くまで、これが広げるフェーズ。人は見た目が9割とよく言われますが、人の印象を左右するのは視覚情報が 55%、耳から入ってくる情報が 38%、そして実際に話している内容というものは 7% しか影響を与えないんですね。これはメラビアンの法則と呼ばれています。そんな中でぜひ日頃から意識してほしいのが、笑顔で話すということ、そして清潔、できるだけ清潔感のある身だしなみをすること、そういったことを意識してください。そして、広げるフェーズの2つ目がですね、いい印象を与えた後に自ら話しかける。で、まあ、聞く情報も 38% 影響を与えると言われているので、できれば、高い声で、元気な声で話しかけるのがいいのではないでしょうか。よくドレミの音、低い音は相手に安心感や信頼感を与え、ソやファの音、高い音は元気ややる気、フレッシュさというものを相手に与えることができると言われています。なので、相手が年上の場合は落ち着いた声でも大丈夫ですし、相手が、若さをアピールするときは高い声の方がいいのではないでしょうか。そして相手に話しかけた後は、ひたすら相手の話をうなずきながら聞いてください。そうすることによって、相手はこの人は話を聞いてくれていると思ってどんどん話していくことができます。以上が広げるフェーズです。そして2つ目の深めるフェーズ、このフェーズでは相手に質問をして返ってきた答えに賛同をする、そして相手の、分析ですね、相手がどのような人物なのか分析をして、相手の興味関心を特定する、また相手が好きな、話し方をする、そういったことで、この雑談ですね、どんどん深まっていくというふうに言われています。相手がどのような人なのか、分析する方法というものは実際アウトプットの中で語られているので、ぜひ拝見してください。インプットエンカレッジのインプットの中で、載っているので、ぜひ見てください。以上ですね、見た目、そして、話す声のトーン、そして質問して共感をする、大きく4つ、これが、超一流の雑談力の基本であると。以上がアウトプットです。ありがとうございます。